こんにちは、おかチャンネルのおかちゃんです。今回はレボポイントさんの新しい 3D スキャナーの話が来たので、ちょっと気になったのでサンプル品を送ってもらいました。それでまだ未完成なようで、製品版とはスキャン精度とか変わる可能性がありますのでご了承ください。製品名がレボポイントミニと書かれている通り、今回の 3D スキャナーは少し小さい本体です。以前に同じメーカーのポップ2という 3D スキャナーをご紹介しましたが、それと比較してどのように変わったのか見ていきます。前回のは赤外線のレーザーだったのですが、今回のはブルーライト仕様になっています。CPU はどちらも同じで、シングルフレーム精度とシングルフレーム正確度が良くなっています。少々残念なのが、シングルキャプチャー範囲が狭くなって、動作距離も短くなっています。最小スキャン量も、POP2 は 20×20×20mm だったのですが、今回のミニは 10×10×10mm です。光源はさっきも言った通り、POP2 はレーザーだったのですが、今回はブルーライトです。あと今回のミニはジャイロはついていません。あとこれも少々残念な仕様なのですが、POP2 はスキャン環境が屋内と屋外両方使えたのですが、今回のミニは室内専用です。その他の仕様はこのようになっていて、本体重量が軽くなっていて、寸法も小さくなっています。それでは内容物を見ていきます。さっきも言った通り、これはサンプル品なので内容物が変わる可能性がありますのでご了承ください。まずこれが 3D スキャナ本体です。こういう風に単体で見ても POP2 より小さいことがわかります。POP2 と比べてみると、このように横幅が小さくなっています。その他の高さや奥行きは大体同じくらいです。その横に入っているこれは三脚で、 3D スキャナ本体を固定できます。あとこんな感じでクイックシューみたいのが標準で搭載されています。このコの字のものは何に使うかというと、この 3D スキャナはパソコンだけではなくスマホにも接続できて、そのスマホを固定できるアタッチメントです。ここの上部分に入っているのは USB ケーブル。 USB ケーブルは今回は3本入っていました。まずこのケーブルは何に使うかというと、パソコンと接続するためのケーブルです。ちなみに接続は USB2.0 ではダメで、 USB3.0 が必要になりますのでご注意ください。ケーブルの長さは大体2メートルぐらいありました。この短い USB ケーブルは何に使うかというと、 OTG 対応の Android スマホとかタブレットに接続するためのケーブルです。標準の USB-A コネクターがありますが、これは電源供給用の USB 端子です。もう一本のケーブルは USB-C 端子になっていて、これはパソコン側の USB 端子が USB-C 端子の場合に使います。その下には細々した付属品が入っていて、まずこの黒いビニールシートは、スキャンしている時に周りのものまでスキャンされないように、この黒いカバーをかけてスキャンされないようにします。この白黒のシールは何に使うかというと、凹凸が少ない特徴の少ないものをスキャンするときに、これを貼ってスキャン中にソフトが追従できるようにします。その下に入っていたのは板ガムではなく、多分ですが対象物を固定するためのパテだと思います。この板も何に使うものなのかちょっと分かりませんでしたが、これも多分ですがキャリブレーションするときに使う板だと思います。最後はいつものテストで使うためのおっさんです。今回入っていたのは小さいサイズのものでした。茶色い段ボールも送られてきたので、これも開けてみます。この中にはスキャンを簡単にするためのターンテーブルが入っていました。前回の POP2 の時はオプション設定だったのですが、今回はちょっと分かりません。あと今回入っていたのは AC アダプター駆動でした。回転速度的にはこんな感じです。ちなみに上についている白いポチポチはソフト上で追従する用のマーカーです。 3D スキャナ本体を見てみます。これは製品版とは異なる可能性がありますのでご了承ください。まず両側にセンサー、ちょっと内側についている丸いところはカラースキャン用のカメラです。それで真ん中がブルーライトがついています。裏側の真ん中にはスタートボタン、それでここに USB3.0 のマイクロ B の端子があります。前回も言っていたのですが、ここら辺は USB-C の方が使いやすいと個人的には思います。それでは実際に使ってみます。まずはテストのおっさんからスキャンしてみます。それでこんな感じでソフトを立ち上げるとブルーライトが光ります。ソフトの使い方を説明すると長くなるので、使い方は取扱説明書を見てほしいのですが、実際に使ってみるとこんな感じで安定してスキャンできます。他のメーカーの 3D スキャナーも使ったことがあるのですが、やっぱり低価格帯の 3D スキャナーはレボポイントさんが使いやすいです。もちろんですが、一時停止してモデルを違う角度で置いて再スキャンすると、自動的にこんな感じで追従してくれます。追従の精度もこのメーカーは結構いいんですよね。スキャンが終わるとこんな感じです。この状態だと単なる点の集まりなので、メッシュを貼って面を作ります。そうするとこんな感じでよく見る 3D モデルが完成します。あとは保存して 3D プリンターでプリントするなり、ソフト上に埋め込むなりしてください。保存形式は STL と OBJ です。あと PLY にも対応しています。前回紹介した POP2 と今回のミニでどれだけ細かいものがスキャンできるのか比較してみます。まずこれが前回の POP2 なのですが、まあこれでも全然いいのですが、細かい凹凸があまり表現されていないですよね。これが今回のミニでスキャンしたものなのですが、さっきの POP2 と比べたら結構凹凸が増えていることがわかります。なので細かいものをスキャンするんだったらこっちのミニの方が良さそうです。次はカラースキャンを試してみます。カラースキャンはさっきのスキャンと同じようにやるのですが、明るさとかを結構細かく設定しないとうまくスキャンできませんでした。実際にスキャンしたデータを読み込んでみるとこんな感じです。自分のやり方が悪くて一部スキャンできない部分がありましたが、こんな感じで綺麗にスキャンできます。これは結構使えそうな感じです。
ということで今回はレボポイントミニという小さい 3D スキャナーのご紹介でした。この動画の公開直後だとクラウドファンディングが始まっている頃なので、もし気になる方はクラウドファンディングのページをご覧ください。